があるんやけど。生徒会室まで一緒に来てくれ。わざわざごめんね。どうしたの？実は生徒会の仕事を手伝ってほしいの。生徒会のお仕事？どうしたの？それがみんな風邪で倒れちゃって。風邪流行ってるよね。流行ってるわね。私たちは誰も風邪ひいてないけど。でもそういうことなら仕方ありませんね。お手伝いします。私たちは何をすれば。この書類を整理してほしいの。ハンコが必要なものとそうでないものがあるから、その仕分けをお願いできるかしら。お安いご用にゃ。ほのか、よそ見しない。投書を入れる箱ね。投書？うん、学院生活で困ったことや気がついたことがあったら紙に書いて入れてもらうの。へえ、そんなのあったんだ。入学時に説明があったわよ。興味があるなら見てもいいわよ。いいの？うん。投書を見て生徒を助けるのも生徒会の大事な仕事だからね。よし、じゃあ放送室のドアの立て付けが悪くて。ちゃんと手伝ったのは偉いわ。ありがとう。次は次は投書より書類の整理をしてください。書類の整理は私たちがやるよ。もう小鳥はそうやってすぐ甘やかすんですから。小鳥ちゃんが選んでいいよ。投書は完全にゲーム感覚ね。
確かに。いいじゃないクラシック。分かってないわね。そういう姿勢が入学者の減少につながるのよ。学院生のニーズに合った学校運営をしないと。そういうことなら凛たちにお任せあれ。それはなんか違うでしょ。